でございますよ。はい、というわけで、はい、今日はなんと大阪から来ていただきましたぬりのさんでございます。お願いします。はい、こう見えて何歳でしたっけ、あ、どう見えて、はい、何歳ですか。22歳です。22歳です。やばくないですかね。22歳のぬりのさんが大阪からなぜ今日来たのかというとですね、月に1回、若者に対して、いろんな仕事あるよ、こんな業界あるぜ、こんな生き方あるんじゃねえか、まあそんなことをですね、若者に1ヶ月に1回伝えている君ラボっていうのがあるんですけど、それに今日、お話をしていただいたんですね。で、大阪今日ちなみに何時から？今日、いや、もう3日前ぐらいから。あ、3日前東京にはいて。3日前から君ラボのためになわけないか。はい。で、今日ぬりのさんがなぜこの場で話をするかっていうとですね、なんかあれですよね、大学生、4年生、大学4年生なのに会社今2社経営しております。会社2社ですよ皆さん。え、本当に4年生ですよね。でえ、ちょ、もう一回年いってみてください。22歳。会社2社。2社、やばやべえっすよ。はい、まあちょっと簡単にご自身の口で自己紹介を。はい、はい、改めまして、今近畿大学の4年生、今、株式会社ラントレ代表取締役と一般社団法人エシカルエキスポジャパン代表理事をしておりますぬりの直人と申します。よーしゃ。すごいっすね。え、何歳から会社やってるんですか。株式会社ラントレの方は、自分が20歳の誕生日の時期に登記したので、はい、今3期目です。3年目。いや、20歳で3期目。はい。すごいっすよね。しかも、ちょっとさっきお話聞いたら、もう起業することは決まってて。そうですね。まあ、18の時に起業したいと思って、はい、で、まあ、2年間。いきなり起業してやるのもあれなので、はい、やっぱりまずこう飯を食べていけるように、はい、まあ、ずっと営業でいろいろ修行していって、まあ、20歳に登記したんです。これね、何がすごいってあれなんですよね。40歳までのにある目標があって、あ、そうです。そのための起業があって、で、その起業するための準備期間として営業で18からやってた。全部この逆算で後付けでしょ。いや計画的に、まあまあ一応40までは計画的にですよ。普通なんかこう目先のことでね、まあなんかもがいてもがいてこう生きてるんですよ、僕らなんか。いや、僕もですけど。いやいや別に、それを逆算し、自分の人生ある程度こう逆算しながら、それのためには何が必要か、だから今これやってこうみたいなね。そうです、大きくね、はい、そうですよね。で、ヘリまで売ってたんですもんね。まあ、行ってくる大学2年生、1年生の時に、はいはい、もうそれが面白い、またなんか、なんだ、そこまでも出来上がストーリーとしても出来上がっちゃってヘリコプター売るつもりなかったんですよね。関係ないやってなるのに、いやこんなね、そう、こんなすごいこう、なんだろう、すごく自分の人生をデザインしながら、でもまだ22歳、こんなぬりのさんにね、今日いろいろ子供たちにお話をしていただいて、子供たちぐいぐい刺さってたんで、その話を少しだけもう一本取りたいと思います。で、はい、一旦おしまいでございます。さよなら。